ジチャニ修道院内にあるフレスコガイコン。十字架を担ぐハリストス。デチャニ修道院は2008年2月にセルビアから独立したコスボにあるセルビア正教会の巨大修道院である。ペーチの南 12km に位置する。修道院内の大聖堂はビサンチン美術における現存最大のフレスコガが残る。中世に建てられたものとしてはバルカン半島最大の教会堂である。 修道院は、セルビア王ステファン・ウロシュ三世デチャンスキーによって、1327年に栗林の中に建てられた。そのオリジナルの基本工業は1330年に遡る。翌年に国王は亡くなり、この修道院に葬られた。以来、ここは有名な参拝所になり、国王の通りなデチャンスキーも、この修道院の建っている場所、デチャニにちなんでいる。 建設工事は王の死後も息子のステファン・ドゥシャンによって続けられ、建物は1335年に完成したが、壁画の完成は1350年のことだった。全能者ハリストスに建造された大聖堂は赤紫色や炭鉱色のレンガやオニクスマーブルを使ったもので、コトルのフランシスコ海士ウィトゥスの下で、名工たちが建設に当たった。この大聖堂は、その巨大さと、 明白なロマネスク様式の採用とによって、同時代の他のセルビアの境界道とは一線を隠している。その有名なフレスコ画には、千ほどの肖像画が含まれ、新約聖書の重要な主題はあらかた扱われている。この大聖堂には、14世紀のオリジナルのイコノスタシス、天員の座、彫刻を施された、ステファン王の石棺などが残っている。2004年に、 ユネスコの世界遺産委員会は、優れたパレオロゴスアサルネサンスのフレスコ画や、ビザンチン様式のドームに、初期ゴシック様式の窓、ロマネスク様式の柱など、東西の様式の融合された建築を評価し、デチャニ修道院を単独で世界遺産に登録することを決めた。2006年には、コスボの他の教会建築も含めて、コスボの中世建造物群として拡大登録されたが、 セルビア政府による弾圧や宗教施設破壊へ報復するアルバニア系パルチザンなどの攻撃に関する潜在的危機などを理由に危機遺産リストにも加えられた。現在はクファーによって守られている。2007年3月30日には修道院近くで爆発音があった。この件に関してデチャニ修道院長のティアデシジャは爆発が手榴弾によるものであったことと 修道士たちとクファーに宛てた脅迫状が送られてきたことを発表した。ABC2009 年 NHK 世界遺産への招待状。ありがとうございます。